どうも、ひでまろチャンネルです。お願いします。今日もかはる先生にお越しいただいてます。パーソナルカラーです。ということで、はい、今日はイエローベース、はい、ブルーベース、はい、春夏秋冬とは、はい、みたいな感じでやっていこうかなと思います。でやっぱり中でも自分は何タイプっていう、あの分からないっていう方がね結構多いので、はい、今日はざっくりとこんな感じですよっていうような動画にしようかなと思ってます。もともと化粧品のずっと仕事をその20年近くやってる中で、はい、アップル&ピーチ理論って言って、特に女性が、例えばもともと赤ら顔の人いらっしゃいますけど、はい、皆さんが恥ずかしくなったり、寒いところからこう暖かいとかお部屋に入ってきた時にポッと刺す、ここの毛細血管の色をリンゴのような赤みのある人と、桃のような赤みが柔らかいその赤みがある人といるっていう言い方で、でリンゴアップルの人はピンク系とかローズ系の色調の、例えば口紅とかチークとかそういうのが似合って、で桃の人はオレンジ系とかベージュ系の口紅や、例えばチークやそういうものが似合って、暖色系のね、っていう風にずっと私たちは教わって、もともと人のお肌の色とか瞳の色とか目の、あの髪の毛の色とか唇の色素の色とか、そういうその色ってその人の持って生まれたその血の中の、聞いたことあると思うんですけど、ヘモグロビンとかカロチンとか、特にメラニン色素とかの血の中に通ってる3つのこう配合成分によってこうみんないろいろ出てくるわけですよ、はい、その自分っていうその色にこのパーソナルカラーって馴染む色を見つけていくんですけど、うん、その時にブルーベースの人とイエローベースの人といる、アップルの人と桃の人といるみたいなね、はい、そういう形で実は血でその人のベースというものが出てきて、はい、でなおかつ冬夏、同じブルーベースでもまた冬夏イエローベースの暖色系と言われてる色味のグループっていうのがその春とか秋の色なんですけど、はい、イエローベース、そうです、イエローベースですね、はい、でこの2つは血で分かれて、また血の中でも冬夏秋春という2つのグループっていうのが、まあ男性ホルモンの方が多いのか、はい、女性ホルモンの方が多いのかみたいな、うん、そういう形で、実はこれ表に私がしてるんですけど、言ってるように、ブルーベースとイエローベースと、こうこれは血で分かれて、そしてまた同じブルーベースでもこの冬から夏にかけてのここに5つのファッションタイプという名のもとにホルモンで分かれて、なおかつまたこのホルモンプラス骨格で、すごく極端な言い方すると割と骨格がはっきり出てるタイプなのか、どちらかというとあまり骨格が出てなくて、出てなくてというよりも骨格よりも肉の方がついてるタイプなのかみたいな、はい、そんな感じで、こっちもイエローベースでもベースは違いこそ、ちょっとずつ上に行けば行くほど要は女性ホルモン優位で、なおかつその女性ホルモン優位の人たちは特にやっぱり女性ホルモンなんで、例えば髪の毛も少ないとか柔らかいとか、例えば髪の毛も細いとか色も薄いとか、お肌も薄いとか瞳の色とかも薄いとかっていう形で、うん、上に行けば行くほど薄かったり、うん、少なかったり弱かったり、身長もだいたい上の人たちでやっぱし、うん、低いし、そうですね、はい、で下の人たちは身長も高かったり、うん、持ってるものが強かったり濃いかったり、はい、多かったりみたいなね、そういう感じで血とホルモンと骨格で、そして何よりも何よりもその人の出してる雰囲気、秀丸くんも思うと思うんですけど、女性見て、あ、この人かっこいいなとか、うん、綺麗だなとか、はい、かわいいなとか、女性に対するこうイメージってみんなそれぞれいろんな人たち見てると違うじゃないですか。違いますね。私たち女性から見ても、男性見て、あ、この人かっこいいなとか、うん、優しそうだなとか、品がいいなとか、いろいろ男性に対して私たち女性から見ても違うのと一緒で、そういう感じでいろんな血、ホルモン、骨格及び出してるこう雰囲気というかな、そういうもので見ていきます。
そうですね、うん、そうなんです。だからただただブルーベース、イエローベースとか、はい、冬夏秋春っていう風形で私は分けてないので、うん、それがカハルメソッドであり、なんでそういう風に私はここになったんだろうっていうものを講座の中で皆さんたちにより分かりやすく伝えていってるって感じかな。そうですね、はい、だからあとはその人が持ってる気ですよね、うん、そうです、強気弱気とか、そうですそうです、うん、ちょっと難しい話になるけど、はい、この人ってベースもこっちだし、冬あのブルーベースだし、はい、持ってる骨格やホルモンもその冬の例えばドラマティックなんだけど、冬の色を着こなせるだけのエネルギーはこの人はないなとか、うんうん、ここがちょっとミソになってくるんですけど、やっぱりそういう人ってすごい迷い子なんですよ。結構自分で自分のこと分かってる人はちゃんとなんかそこの色を着てたり、素材やデザインや柄とかそういうのも分かってたりするけど、迷い子さんって自分がそのいろんなものをある意味ね、その色を着こなすだけのエネルギーがなかったり、もしくは色のエネルギーは持ってても骨格やホルモンでそのデザインが着れなかったりとか、まあいろいろここら辺はね、たまにそういう人いるので、そういう人たちほど私の講座に来ていただくとより自分を納得できて、もうちょっとこう絞れてなんか迷い子にならなくていいかなっては思ってるかな。そうですね、本当にそう思います。あとさ、はい、人ってさ診断してもらいたい、分けてもらいたいけど分けられるのはなんか嫌みたいなね、ちょっとどっか、はい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 、そういうとこってあるじゃない。ありますね、その自分のなんか持ってるモヤモヤというか、なんかそれすらもすっきりするかしないかは別として、そう腑には落ちると思います。落ちると思います。あとは自分に似合ってない服ばっかりでそれにお金をかけて買うよりは、学んで自分はこれなんだって分かって買ってたら長持ちもするし、いつも言ってるように知ってするのと知らないでするのはもう全然違う。違いますね、そしてこれって自分の血と持って生まれた血とホルモンなんで途中で変わることはないです、はい、ただ今まで3万5000人の中で10人ぐらいいらっしゃったんですけど、はい、なんか違うってこの人って思ったら、その方たちは透析をしてました。あ、つまり血を入れ替えてた。あ、そうするとなんかいろいろ変わってくるので、へー、なるほどなるほど、それもあるし、あといくらこの男性ホルモン優位のこの下の人たちでも、はい、やっぱり女性なの で、 で、ね、年を取ってくるとやっぱり丸みが帯びてくるんですよ。はい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 、そうすると体にキレがなくなるんですよ、で体にキレがなくなると、この人たちの下の方の人たちって色にしてもデザインにしても難しくなっていくんですよ。あ、下の人はですね、上の人はまあ結構いいんですよ。そうですね、そうだからもうこの人たちは体にキレをなるべく持っててねみたいな、ちゃんと頑張ってねみたいな、そうですね、そうなんです。あと講座を聞いてて、はい、ああ面白いなって思ったのが、イエローベースブルーベースの人たちで年を重ねていけばいくほど、はい、それぞれのたるみの出方っていうのがあるじゃないですか、はい、まあたるみだけじゃないんだけどね、はい、太る太らないももちろんあれば、はい、例えば顎のラインがねたるんでくるとか、私みたいにこうやって、はい、特にここのほうれい線がすごく出てくるとか、例えばここのオバゾーンと言われてるここがこうなっていくとか、細かく言うとね、この冬夏秋春にそれぞれ特徴的にお肌に影響する、この人は例えば割とシミが出やすいですとか、この人はどうしても乾燥しやすいですとか、もうそういうのも全部出るので、だから自分の弱いところは今度はそうやって分かれば、そこだけ集中してケアしておけばいいし、そうです、そうじゃないとこに別にお金や時間かける必要ないので、そういうことも分かるし、だから本当に無駄がなくなる、いろんな意味で。そうですね、そうなんですよ、本当そうですよね、いや面白い、見方はいろいろあるので、迷うかもしれないですけど、でも分かってくると思います、だんだん感覚で、はいはい、まあ、特に女性ってちっちゃい頃から毎日こう自分に鏡を見ながら、なんかこうじゃないあだないこうじゃないとかね、あこれ私とかね、そうやってずっとやってきてるから、それをちゃんと順序立てて理論と理屈ねでちゃんとこう落とし込むだけの
話はするしてるつもりなので、そうです、ね、だから皆さんすごい腑に落ちました。ただ今度は知ったばっかりに今度は悩んだり、うんうん、反対につい先週もねカラーを受けた方が、はい、先生ちょっと特別に私のお家に来て全部分けてください、その人イエルベースなのにブルーベースでまず来られてて、あのセミナーに、はい、服装が、服装がですね、はい、でいや間違ってますと今日はみたいな、うん、すごいやっぱりもちろんショックだったのもあったし、はい、でもちゃんとしたいなと思ったみたいで、うちに来てワードロープ全部分けてください、いらないものはもう捨てますから、でなおかつ終わったら同行ショッピングしてくださいって言われて、はい、で受け打って行ったんですよ。本当にこのファッションタイプ的に、うん、絶対これはダメっていうものだけはすいませんこれだけですと、うん、でこれはもう全部処分して、この部分は色は違うけどデザインや質感や柄は合ってるので、はい、もうこれはもうメイクを変えてこうこうこういう風にしてくださいと、うんうん、でこっちはあなたの似合う色なんで、でこっちをだんだんいっぱい集めていきましょうと、でお買い物に2時間ぐらい同行ショッピングで行って、あの月チームだったので、あ動物、動物が、はいはい、でお月様チームってその時に買わないんですよ、はいはいはい、もうそれも分かってたので今日はもう買わなくていいからって、はい、とにかく頭の先から足の先まであなたの似合うものを全部私が店ずっと動きながらこれよこれよこれよって言っていくから写メしていきって、うんうん、なおかつ自分が時間ができた時にね、まあ売り切れてる時はしょうがないけど、うんうん、試着してね、はい、自分で納得して買ったらいいやんって言って、うん、もうバッグ屋さん、靴屋さん、アクセサリー屋さん、も洋服屋さんもちろんのこと、メガネ屋さん、サングラスかけさせて、もううわってずっと回ったのね、うん、でもすごく納得されて、もちろん何回か試着もさせて、はい、ああそういうことですよねみたいな、やっぱりですねみたいな、はいはいはい、分かりました来週買いに行きますみたいな、うん、やっぱりねみたいな、私もね、うん、へー、うん、でもねお家の中はヨーロッパ調でちゃんとねイエローベースになってる、そう分かっとうやんみたいな、うん、そうですね、そうだけどお仕事が硬い仕事なんですよ、なるほど、うん、だからきちんとしないといけないみたいな、だからついついブルーベースの色ってやっぱりきちんとした清潔感のある色なの で、ね、俗に言うそのホワイトカラーというやつなんで、そういう色がその仕事で、なるほど、うん、だから紺のスーツとか黒のスーツとか、はい、まあ、選びがちというか、そうそうそう、いっぱいあった、うん、あそうですよね、うん、しつけられた色というか、そうそうそう、その人の何度も言うように性格とか周りの環境とか、うん、お仕事とかそういうものがすごいやっぱりこう合ってたらいいんだけど、全然違うことになってるとうまくいかないわけ、うん、なんかもうちょっと言うと、はい、いやだいたいあなた仕事間違っとうもんみたいなでしょみたいな実はこれ私がしたい仕事じゃなくてその親からね、あ、うん、みたいなね、あやっぱりそうですよねみたいな、だから何度も言うように全てつながる、うん、だから自分を知った方が色から、うん、まあ占いを覚えるのがまあ大変ですし、うん、やっぱり先生術とかねやっぱり難しい、うんじゃないですか、でもほらちょっとほらソーラーマップの時とかはちょっと先生の基礎的なことをちょっとするじゃないですか、そうですね、うん、あれだけでもね、あ私は今世ここが自分にとっては重要と自分が魂の設計をしてきたんだなってほら、はい、分かればね全然もうちょっと分かれば全然そのちょっとが大きく変わるからね、うん、そうそう、占いだけじゃなくてそのカラー自分に合った色っていうのも本当に大事なんですよと、まあ奥が深いので一個の動画だけじゃね収まらないんですよ、まあでもゆっくりと色のこともやっていこうかなっては思ってます、はい、頑張ってくださいぜひ、はい、はい、じゃあもう皆さんに分かりやすく届けますので、はい、カール先生から今おっしゃっていただいたので、ちょっと占いとは別に色もゆっくりやっていきますので、そちらも楽しみにしてくださいということで、はい、見ていただいてありがとうございます。